はい、皆さんこんにちは。福岡博多チャンネルです。なしおと。はい、こちらのチャンネルではですね、福岡博多の様々な情報をできるだけわかりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、本日もグルメネタです。おととい出したですね、肉うどんさん。と同じタイミングでご紹介したと思うんですけども、川端商店街のですねお店になります。覚えてらっしゃる方はあんまりいないと思うんですけども、本日は満腹亭さんのご紹介になります。場所はね川端通りになりますので、まあ、早速いってらっしゃい。はいで、場所なんですけども、まあ、さっきも言ったんですけども、川端商店街の、まあ、ちょうど中間ぐらいかなにあります。で、国体道路側、国体道路沿い、この間、ご紹介した南から北に行くとですね、左手の方にあります。まあ、結構目立つので、あと匂いも結構してくると思うからですね、すぐわかると思います。で、川端商店街なんですけども、天神から行くにしても、博多から行くにしても、歩いても行けます。博多からも歩いて行けるし、天神からも歩いて行ける。10分ちょいかな、15分ぐらいかなぐらいかかるんですけども、まあそんなに遠くはないんですけども、地下鉄で行く方がいいかもしれないですね。で地下鉄で行く場合はさっきの、5番出入り口を出て行かれるともう直結してますので、あとは商店街なんかをどんどん進んでいってください。だからこの間、先週上げた動画を見てもらったらもっとよくわかると思います。でこの間ここですね、川端商店街のこっち側から来ることってあんまないんですよね。だいたい天神の方から歩いてくるので、したら不思議な光景があって、すいません、こちらですね。こっち側から来ると右手になります。でこの時は、ランチタイムだったので、今日はランチをいただきますね。で、お店のですね営業時間なんですけども、火曜日から土曜日は11時半から9時半までですね。で日曜日と祝日は11時半から7時半になってます。で定休日は、月曜日になってるんですけども、今ですね途中でちょっと休み時間を入れられてるみたいです。で張り紙してあったんですけども、ちょっとその張り紙取ってくるの忘れたんですよ。で、僕もちょっと調べたんですけど分かんなかったんで、ちょっとまた調べて説明欄に載せておきます。で、気をつけてほしいのはですね、ランチタイムはランチメニューがあるんですよ。で、これは11時半から、15時までなんですよね。なので、この時間で一旦お昼営業が終わって、で、多分17時、5時ぐらいから夜営業だったと思うんですけども、ちょっとうろ覚えなので、そこはちょっと確認しておきます。で店内はですね全てテーブル席で、今はちょっと密にならないように互い違いに座ってもらったりとか、まあ、同じ団体の人はですね同じテーブルに進むんですけども、これ前ですねびっくり亭さんをご紹介したと思うんですけども、そこと同じような料理なんですよ。スタミナ鉄板焼きなんですよね。なので食べ方も一緒です。で私が前ご紹介したびっくり亭さんはこちらになります。この鉄板の上に焼いたキャベツと豚肉で、この油がなんか特殊な油らしいんですけどもにご飯とお味噌汁がついてる形ですね。でこれがランチで、ライスとご飯と、味噌汁がついて1100円ですね。でこの棒ですね、さっきの鉄板の下に敷いてある、木の下に入れ込んで斜めにするんですよ。で斜めにすると油が寄っちゃうんで、そこにこの辛味噌をですねペタッとつけて、この辛味噌を溶きながら食べるっていうのがまあ基本的な食べ方なんですけども、正直言って別にそうしなくても全然いいと思います。僕の知り合いの人も全然しないです。上にドバッとかけてぐちゃ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 ってして食べてます。で正直もうそんなのどうでもいいと思います。自分の好きなように食べた方がいいと思う。で、さっきも言ったんですけども、キャベツは国産のキャベツで豚肉も国産の豚肉なんですよね。でこれをなんか特殊な油で炒めて熱々の鉄板の上に盛り付けたスタミナ鉄板で辛味噌を絡めて食べるっていうのがこれ何なんだろう、博多名物なのかな。ちょっと他県ではあんまりないっていうふうに聞くし、他県の方がですねびっくり亭に行きたいって言うんですよ。でここに連れて行くとここじゃねえよって言われるんですけど、僕からすると もちろん確かに違うんですよ。それぞれ満腹亭さんも違うしびっくり亭さんも違うんですよ。ただ大枠では同じじゃないかなっていうふうに思っちゃうからですね、ついここに連れてくることがびっくり亭遠いんですよね。正直に言うと雑所の熊なんでちょっとめんどくさいところにあるんですよ。でその人時間があるんだったらまあいいですよっていうふうに連れて行くこともあるんですけども、電車で行けなくもないんですけども、あ、すいません、ごちそうさまでした、おいしゅうございました、はい、ここですね、ほろ酔いセットってさっき出てたと思うんですけども、ビールと一緒に頼めるセットもあるので、まあ、お酒飲む方はそれもいいかなと思うんですけども、ちょっと話を戻しますね。びっくり亭のスタミナ鉄板焼きっていう風なイメージで間違いはないんですけども、正直に言うと、スタミナ鉄板焼きっていうとみんなびっくり亭の鉄板を傾けて、辛味噌を絡めて食べるっていうのをイメージするので、名前が例えば満腹亭だったり、例えば本家だったり元祖だったりっていうのがあって味が違うっていうのは分かってるんですけども、同じジャンルっていう風な認識の方が強いんじゃないかなって僕は思うんですよね。なのでそれぞれのお店にそれぞれの、味があるからですね、同じびっくり亭っていう名前でもですね全然経営は違うっていうところも あるんですよ。なので正直に言うとですね同じジャンルでそれぞれ個性があるっていう風な認識で間違いないんじゃないかなって僕は思うんですけども、すいませんね、全然違うよっていう方もいらっしゃると思うから、もうそのことに関しては本当に申し訳ないと思うんですけども、そういう意味で認知されてるっていう風に僕はちょっと認識してるからですね、ちょっとこういう風なご紹介になっちゃうんですよ。そもそも比べること自体おかしいんですけども、どっちが美味しいとかどっちが好きっていうのはそれぞれ人の好みだと思うので、正直どっちも僕は好きなんですけども、好みによって分かれるんじゃないですかっていう風なですね、歯切れが悪いなみんなにいい顔しようとするからですね、はい、っていうぐらい同じぐらい好きなんですよ。ただ一番僕が好きなのは、高宮のびっくり亭が好きですっていうですねだからあそこ一番最初に紹介させてもらったんですよね。はい、ちょっと良くないな。はい、ですね、では本日はですね満腹亭さんのご紹介でした。美味しいですので福岡に来た時はぜひ行ってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。